こんにちは。まだ起きていません。ちなみにちなみに起きていません。レンズ汚れてる？マジ？どう？ルッキーかな？充電しながらやってます充電しながらやってるので、ちょっとローアングルだから髪が長いよね。髪がめっちゃ見られるっていう、ボサボサの髪が。おはようございます。この量やばいよね。昔からです。私はどれに起きたんだろう。覚えがありません。目覚ましをもう10回以上止めました10回以上止めました。今日はメイドはしませんよ今日はメイドではございません。髪が伸びました。今日もインスタライブあるかな？インスタライブ？
インスタライブマジで私あれですよ、人生で2回目とかかも。マジでインスタライブやらない。だからやり方わかんなくて、消し方とかちょっとね、現代についていけず。はい、現代に全然ついていけずという感じなんですけど、秒で終わった5分もやってないかな。秒で終了いたしました。今日のケータリングは何かなと、一人部屋ですよ。昨日は肉じゃがと正式名称は分からないですけど、なんか鶏肉のなんかめっちゃ美味しいやつと、あとなんだっけ、魚、何の魚かも分からないですけど、めっちゃ美味しいやつ、魚のやつと、あとなんだっけ、なんだっけ、もう一個ある。もう一個食べました。なんだっけ？肉じゃがしかわからないかも。ちゃんとしたのは。え、一個なんだっけ？出てこない。食べた。めっちゃ美味しいって思いながら食べてました。サラダとご飯と、もう一個なんかあります。はい。なんで、なんかすごい。あ、わかった。なんかお肉のやつ、なんかまた豚肉かな、そう、豚肉のなんかのやつですね。メニュー貼り出されてるの、詳しいね。私は見てないです、すみません見てないです、メニューは。はい、全然見てなかったなので、今日は楽しみです。はい、とても美味しかったです。え、なんだっけな、肉じゃないかな、魚の隣になんかあったんですよ、このね、想像しているとこう、食べたプレートを見て魚の横になんかいたのに、それがちょっと思い出せません。すみません。ケータリングはそう、ヘルシーなの。とてもあのバランスの取れた食事でございます。オクラのやつ、オクラのやつは私食べてないですね。こんにちは。なので今日はどういうメニューなのか。この前のね、愛知はビーフカレーとかでした。美味しかった。パセリが入ってないクラムチャウダーがあったとか。え、私の時はなんか赤だしの味噌汁でしたよ。分かんない、時間によって変わるかもしれないね。
みんなそう楽しみなやつです。でもちょっとここであれなんですよ、東海民の方をちょっとねびっくりさせる発言なんですけど、私白だしっていうの赤だし派ではないんです、実は。まさかのミックスも別に好きだけど、白だしの方が好き。赤だしは、はい、赤だし、赤、そう、赤味噌はあまりです。はい、ここそうなんだ、そうなんです。で家族はみんな赤が好きなんですけど、だからよく家は赤が出るんですけど、赤とか合わせとかが出るんですけど、私はごめんなさい。ちょっと違います、私だけ。そう、まあ美味しいですけどね、別に全然あのめちゃめちゃ飲めないみたいな、そういうあれじゃなくて、どっちかというとの話で、はい、もう基本私どっちも好きです。はい、どっちも好きだけどの話でした。そう、なので家では赤を、赤とか合わせが多いです。全然好きなので、はい、お味噌汁飲みますけどね、はい、どっちかというとの話でした。てかなんか近藤の未完全でなんか逆上がりをするみたいなのを聞いたんですよ。はい、大丈夫そうですかね、K2 は。大丈夫そうなんですかね、これ。そう、練習した、え、私多分ねできると思うんだよね、逆上がりできる気がする、自分はね。さすがに逆上がりはできるよっていう、まあ、あの一人ちょっとね頑張っていただきたい方がいますけども、ぜひ。はい。皆さん応援してください。ということで今日はそうだね、あの FC 岐阜の試合もホーム戦ですよね。ちょっとね、私は今日は関東にいるので行けませんけども、はい、勝利に導けるように、はい、全力で応援したいと思います。そして競馬も当てます。はい、以上です。今日の配信もね見てくれてありがとうございます。あ、743です、ありがとうございます、ありがとうございます。それも寝起き配信でしたが、はい、見てくれてありがとうございました。それでは行ってまいります。バイバーイ。